横浜 F マリノス宮市亮選手です。今日 J リーグデビューとなりました。今どんな気持ちでしょうか？そうですね、まあ、J のデビュー戦が名古屋ということで、まあ、地元が名古屋なので、感慨深いものありますけど、まあ、ただチームとして、負けてしまったので、まあ、そこはすごく残念です。はい、宮市選手が途中出場した時には名古屋のサポーターからも大きな拍手が沸きました。耳に届いてましたか？いや、ちょっと分かんなかったんですけど、はい、まあ、ありがたく受け取っておきます。はい、地元愛知の豊スタでのデビューというのはやはり特別なものが？そうですね、まあ、やっぱり生まれ育った町ですし、あのトヨタスタジアムには小さい頃足を運んでたので、またこうして J リーグという形でデビューできてよかったと思います。いつかはこういう形でというふうに思い描いていたものなんでしょうか？いや、プロになった時は正直思い描いてはなかったですけど、はい、まあ、ただ嬉しいです。はい、今日はリードされた展開での投入だったかと思います。どんな思いでピッチに入ったんでしょう？そうですね、なんとか流れを変えたかったですし、まあ、名古屋の方は引いてしっかり守備の方をしていたので、なんとかこじ開けれたらなという思いでピッチに入ったんですけど、まあ、なかなか本当に難しい場面が続きました。はい、惜しいシュートもありましたが、得点への思いというのはやはり強いですよね。そうですね、やっぱり結果を求められていると思いますし、まあ、本当に、まあ、デビューできたことは嬉しいですけど、結果を求められていると思うので、引き続き日々頑張っていきたいと思います。高卒でアーセナルに入団されて、海外では怪我に苦しんだ部分もあったかと思うんですが、まあ、J リーグに戻ってくるというのは今どんな気持ちなんでしょうか？そうですね、まあ、僕自身まだなんていうんですかね、初挑戦なので、戻ってくるというよりは挑戦という意味で捉えていますので、まあ、本当に怪我なく今後日本の皆さんにいいプレーが見せれるように頑張りたいと思います。海外にいた時もこう J リーグの情報などは見ていたものなんですか？そうですね、ちらっとは見ていましたけれど、まあ、こうして自分がプレーできることになって嬉しく思いますし、引き続き頑張っていきたいと思います。横浜は今好調でポジション争いも激しいかと思いますが、どんな強みを見せていきたいと思ってますか？そうですね、やっぱりマリノスはスタイルが確立されているので、どんな相手にもマリノスのスタイルというものを貫いて一戦一戦頑張っていきたいと思います。タイトル獲得に向けて今後の意気込み聞かせてください。そうですね、まあ、本当にタイトルっていうところはあると思うんですけど、まあ、僕たちはやっぱり一戦一戦目の前の試合を戦っていくだけだと思うので、まあ、あまりそこは意識せずにというか、まだ次の試合に向けて頑張っていきたいと思います。